槍川の陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らない奴だろ。構わん、クワをくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか？さてね、毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間の元へ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう？俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは？そりゃあるが、人では多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと？あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。天かったか、いい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。この先に隠れ道があるんだ。猛虎、道が見つかった。あんたのお手並み拝見。加減はせんぞ。キャプテンサラカ、やるね。戦慣れしてる。道が塞がれておる。不可の計らいだ。もしよそ者に見つかったら、入り口を塞いでそいつらを殺す。一人残らず。仲間の客には寛容であればよいが。楽しみにしておこう。他の入り口は？確か海辺に。だが幼い頃に使ってたもんだ。残ってるかな。行ってみよう。こやつは幾人を殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ、喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした？いや、大鷹の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか？ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。渡れねえよ。常に道はある。お侍は言うことが違うね。よく滑る口だな。褒めてくれんな。やるな。
俺にも一つくれ。これはな、贈り物なのだ。亡き友からの。悪いこと聞いた。気にすんな。他を探せ。そんな侍見たことないぞ。お主も登ってこい。大事ない。あと少しだ。死ぬなよ。鮮やか。もう子供、俺たちの船を狙ってる。友人か。友人とは呼ばないが、仲間だ。隠れろ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。とはどこであった。思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦か。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。は罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように。門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな。あと太刀も抜くだ。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵？戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。負荷に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら。縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われた奴もいたな。侍だとどうなるかね。この者ら。こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい。俺の着物を裂いて布にすればいい。陣行くぞ。負荷が待ってる。お主の家か。貸してやってる。負荷だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。
どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いなら塔に取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大高を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大高を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。だが数日おきに島から出てる補給船なら。その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、ジンも含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に切る。足を救われないようにしな。